続きましては2015年の有馬記念優勝馬ゴールドアクターです。父はスクリーンヒーロー、母は平論心、母の父は京和有芝でございます。本馬は2歳から7歳にかけて通算24戦9勝2着3回3着2回7億4000万を超える獲得賞金を持って2019年より出馬となっております。デビュー3戦目で初勝利を挙げますと、その後はスクリーンヒーロー3区らしい成長曲線を描き、3歳の秋には注目の上がり馬として菊花賞に挑み3着と好走いたしました。その後8ヶ月間の休養を挟むと心身ともに大きく成長し、4歳時は無敗の快進撃を続けて G2 のアルゼンチン共和国杯で見事重賞初制覇を飾っております。その年暮れの有馬記念では北サンブラックやゴールドシップ、ラブリーデイといった多くの G1 馬が出走した豪華メンバーの中で本格化した本馬はここも見事に突破し、ついに G1 ホースの仲間入りを果たしております。その後も5歳時に日経賞やオールカマーで重賞制覇、6歳時には宝塚記念で2着になるなど息の長い活躍を続けております。本馬の初年度産駒は現3歳世代が初年度であり、昨年は主に地方で勝ち馬を順調に送り出しておりましたが、本年年が明けますと一転しまして続々と中央で勝ち馬が現れており、ゴールドプリンセスやゴールドレコーダーらが、芝の中距離戦で、また魔王の嵐がダート戦で非常に先のあるレース内容で勝ち上がっております。成長力豊かな父の産駒ですから、それらの産駒には今後さらなる期待が、活躍が期待されております。なお、本年の後輩料ですが受胎条件の50万円となっておりますので、検討いただけますようよろしくお願い申し上げます。以上、ゴールドアクターでございました。